このみです。今日はですね、私も大好き、みんなも大好きだと思うんですけれども、シーンでね、秋服とか冬服とかちょっと暑い日に着れるかなみたいな感じのお洋服を爆買いしたので、本日はそちらを紹介していきたいなと思います。よかったら最後の方まで見てくださると嬉しいです。それではレッツラゴー。チャンネル登録と高評価してね。はい、で本日先ほどね、購入品紹介って言ったんですけれども、お気に入りのアイテムとかをかき集めて最後ちょっとね、コーデ紹介していきたいので、最後までね、見逃さずにいただければと思います。じゃあまず一つ目、こちら、このトップスですね。このグレーをね、結構前に買ってずっと着用してたんですけれども、やっぱり脇汗っつの気になっちゃうんですね。脇汗が目立たない白をちょっと購入してみました。自分の骨格にすごい合ってて、めちゃくちゃ細く見えるので買いました。下にね、ちょっと柄あるものを入れてみたんですけど、まあ少々透けちゃうかなって感じなので、ベージュとかのキャミとかを着ればあんまり目立たないかなって思います。本当に伸びるから、二の腕めっちゃ太いコノさんでもいい感じにね、着れるんですよ。で、こう長いのよ、意図せずの萌え袖ができるし、ウエストとかもピチってなってるし、バストのところとかもピチってなってるので、女の子っぽい体のラインが出ておすすめです。続きましてはキャミになります。結構ね、紐が細めなんですけれども、ちゃんとね、カップ付きなんですよ。カップ付きのキャミ結構好きで買うんですけど、丈が短すぎるやつとかがたまにあって、コノさんはね、あまりそういうのがね、得意ではないので、このベストな丈感見つけたのでね、これはぜひ皆さんに真似していただきたい。で、今ちょっと中にも着てるんですけど、黒をね、買いました。はい、で続きましてセットアップみたいな感じなんですけど、こんな感じの上とボクサーパンツのようなセットアップなんですけれども、めっちゃ可愛くない？これプリントじゃなくて刺繍っていうのがちょっと高見えポイントでいいかなと思いまして、色展開がめちゃくちゃこれいっぱいあって、グレーとか黒とかもあって、着てみてね、今回よかったらグレーとかもまた買いたいなって思ってます。生地が薄めかなって思うので、ヌーブラとかはまあ必須かなと思います。 XS サイズを買いました。続きまして、またまたセットアップなんですけれども、こちら、これスカートも可愛くない？結構真ん中でね、生地が分かれてるみたいな感じのセットアップ。形がね、なんか末広っつうんですか。はい、これ末広、目閉じて、これミックス。多分これ生地が結構夏仕様なので、今の時期ぐらいに着たいなと思っております。肩パッドが入ってました、内側に。コノさん肩パッドが結構苦手なんですよね。怪獣みたいになってしまうんですけれども、こう縫ってあるのを取れば取れそうなので、コノさんジャケットのセットアップが本当に大好きなので、セットアップがあったのでね、ちょっと買ってみました。サイズは S サイズを買いました。こちらのカーディガンを買いました。コノさんってこういうシルバーのパーツが大好きなのね。もう即決で買いました。見づらいから中に入れてみたんですけど、結構隙間が空いてるタイプのカーディガンになるので、キャミを着てこれをね、着るのがいいかなと思います。このリブ素材みたいな感じになってて、体のラインに密着してくれて、体漏れするんじゃないかと思いまして、パーツも可愛いし黒だしってことで買いました。んで次がこれです。見て、もう見つけちゃったの、このさん。別にこれね、セットアップで売ってるわけとかではなくて、もうたまたま見てたら同じパーツじゃねってなったので、合わせてきたら可愛いなと思ったのでね、買いました。スカートに見えると思うんですけれども、中とね、後ろの方がショートパンツになっているので、これ1個でいけるからいいかなと思って。届いてびっくりしたんだけど、めっちゃこれストレッチ効くから、プリケツっていうのが演出できるかなと思います。で次は今着てるこちらになります。こんな感じのチューブトップになっております。めっちゃ形可愛くない？これがさ、こうなってるおかげでウエストがめっちゃ細く見えんのね。マジ可愛いので、フリルとかもここら辺ついてて、後ろがチャックになっております。ごめんなさい、贅肉が非常に気まずくて。コノさんは XS サイズを買いました。ずり落ちてくることとかもないので、コノさんと同じ身長ぐらいだったら全然 XS でいいかなと思います。これ文字が上下逆さまみたいになってるんですけど、これでちゃんと正解のデザインなので大丈夫です。こういう可愛い感じのトップスの時はスウェットとか、これから紹介する水色系のジーパンですとかと合わせたらめっちゃ可愛いと思ってね、買いました。はい、続きましてこちら、ビーニーを買いました。こんな感じの
この後ろがさ、いい感じに溜まってくれる系の可愛いビーニー。コンさんっていうのは結構カティちゃんに憧れてるみたいな節は結構前から実はあるんですね。言ってなかったんですけれども、めちゃくちゃカティちゃん好きで、はい、カティちゃんっぽいかなと思って買ってみたら結構大正解かもっていう感じであります。はい、続きましてこちらのアームウォーマーになります。チューブトップとかキャミとか好きなんですけど、二の腕出したくないなっつうことなので、出すとこは出して隠したいとこは隠すというポリシーでアームウォーマー買いました。つけてみた。え、めっちゃ良くない？これにも合うしさ、丈がもうドンピシャです。プラス全然このきつさを感じない。これ絶対買った方がいいわ。コロさん最近めっちゃ白が好きなのね。なんか白の方が韓国アイドル感があるかなと思って、白買ったら韓国アイドルになれるんじゃないかなと思いましたので、このアームウォーマーなんですけど黒もあったので黒もチェックしてみていただけたらなと思います。絶対これ黒も可愛いわ。結局欲しくなるわ黒も。次、この白の半袖のワイシャツを買ってみました。結構ねピタッと系でクロップド丈みたいな感じのシャツになってて、タイトめなさワイシャツって見たことないなと思ったので買ってみました。ワイシャツとかあんま似合わないんだけど、ネガモテクッキー、はいはいはい、ううあのろげばこウォッチのやつね、あれを妹に見せられて超可愛いと思ってだから買いました。これ絶対可愛いと思うんだ。ちょっと後で着るわ。こちらの白のねファーのめちゃくちゃモコモコの、これまた短めのねカーディガンを買いました。パールで周りがゴールドみたいになってて、コースディナーとかですとかもこれを着てたら全然いけちゃうっていうぐらいの高級感。全然安っぽくないですね生地とかも。パーのカーディガンがクソ好きなので、プラスちょっと短めっていうのがポイント。多分めっちゃ見づらいな、めっちゃ見づらいんだけど、こういう感じのちょっと意味のわからないワンピースを買ってみました。後で着るから見てほしい。うん、わかんないでしょみんな、これ見せられたところです。これ何みたいな。この胸元がね開いてたり、首がちょっとこうね詰まってるみたいな感じなんだけど、やっぱ肩だけは出すみたいな。コロさんの好きが詰まったワンピースがあったので買ってみましたね。レビューのところにパイが漏れますっていうことを書いてあったので、それは買うしかないかなと思ったので買いました。 S サイズを買いました。はい、次こちらのねオフショルなんだけれども、このミニ丈のスウェットっていう、あんま見たことないからちょっと珍しいと思って買ってみましたね。一回着た感想によりますと、やっぱさオフショルだからさ、ベストのサイズのものを買わないと下向いた時とかにこうなっちゃうみたいなことはあって、 S サイズを買ったんですけれども、それよりちっちゃい XS のサイズがあったので XS の方がいいかもと思った。でもめっちゃ可愛いんだよ、この今着てるやつみたいに若干ちょっとこう三角っぽくなってて。皆さんね、グレーのスウェットとか持ってると思うんですよ。そういうのと合わせても絶対に可愛いなと思いましたので、こちら買いましたね。次、またまたねこちらのファーのねカーディガンを買いました。めっちゃ重量感がえぐくて、ちゃんとしてるファーなんですよ。全然抜けないし、ボタンとかは特にないので、このままガバって着れる感じのねカーディガンになっております。こういうカーディガンにロングブーツとか合わせてもらっても絶対可愛いの。コロさんは XL サイズを購入しました。次、めちゃくちゃ洗濯したら縮んでしまったんですけれども、こちらのパンツを買いました。これめちゃくちゃストレッチが効いてるからこそ、洗濯して乾燥機かけたらめっちゃ縮んでしまって、レビュー見てもね、めっちゃストレッチが効いてますっていうことだったので、コロさんは一番ちっちゃい XS サイズを買ってみたんですけれども、全然余裕で履けました。でこれね、色の展開がめちゃくちゃいっぱいあったので、好きな色が見つかるかなと思います。次、靴。超可愛くない？このポテット感。コロさん、あんまこういうめちゃくちゃ高いヒールとかは今まで挑戦したことなかったんだけど、挑戦してみようと思って買ってみました。めっちゃ可愛い。これ一回履いてみたんだけど、くっそ足が漏れんのよ。めっちゃストレッチが効いてるから全然履けた。自分でも、自分の今の足のサイズが 23.5 ぐらいなんですけれども、 US6.5 っていうサイズをちょうどよく履けました。で次がこちらのチョーカーになっております。正直もんで、5年前とかに流行ったやん、こういう系のチョーカーって。結局やっぱ回り回って黒いオフショルとか合わせるとめっちゃ可愛いのよ。お得意のシーンさんの破格、こちら84円になっております。はい大丈夫なん84円でさ。でもめちゃくちゃしっかりしてて、金具とかも全然壊れてないからいい感じ。またファーです、ごめんなさいね。もう秋になるとファーが着たくてしょうがないんですよ、この3つのはね。ハイネックなんだけど、やっぱタンクトップみたいな感じのものになっております。丈もねこんぐらいの
ちょっと短めになっておりますので、絶対に可愛いことが確定してます。これも白のファーって確実モテるから、モテを意識して買いました。ごめんなさい、はい、今さつけてるじゃないですか、アームウォーマー、これにも絶対合う。コロさん、こちら S サイズを購入しました。はい、で次はベルトです。シンプルな感じのねやつを選びました。カラーはブラックの70ってやつをコロさんは買いました。赤とか白とか茶色とかいろいろ色があったので、このいろんな色買ってもいいかなと思います。次、コロさんにしては珍しいよ、こんな感じのなんか淡い薄い水色みたいな感じのワイドめなジーパンを買ってみました。色がライトウォッシュって色で、サイズは S サイズになります。結構ダメージが効いててね、いい感じにチラ見せできるんじゃないかなと思いました。 S サイズなんですけれども、ま、ウエストはちょうどいいんだけど、すっごい丈が余っちゃったので、ま、さっき紹介したこういう厚底のとかと合わせてちょっと調整したいなと思います。中村梨紗ちゃんってこういうパンツ履いてるんだよね、え、可愛いなと思って真似させていただいて買ってみました。次、グレーのねパーカーのワンピースを買いました。去年さ、こういう感じの形のさパーカーのワンピースめっちゃ流行ってたと思うんですけれども、コロさん流行りには本当に乗れないんですよね。正直1年時を越してちょっと買ってみました。コロさん S サイズを買ってみたんですけれども、 XS でも良かったかなーなんて着てみて思いました。スカートの丈感はこの紐で調節できるので全然短くはなるんですけど、ウエストとか胸周りがねちょっとダボっとしちゃうので、コロさんは XS の方がいい感じに可愛く着れるんじゃないかなと思いました。しっかり裏肝になってるのでめっちゃあったかいと思います。はい、次、長袖のシャツになってます。で、ごめんなさい、本当に洗濯乾燥しましたらもうくしゃくしゃになってしまって、下のところがアシンメトリーみたいな感じになってて、こっちは短いんだけどこっちが長いみたいな、ちょっと糸が出ちゃってる感じとかも愛嬌があって可愛いなと思いましたので買いました。コロさんは M サイズを購入しました。はい、次、こちらの白のね膝下のソックスになります。薄い生地が好きなんですけれども、履いたら肌色がうっすら見えるかなっていう感じの透け感の靴下になっております。 S サイズ買いました。で、さっきのワイシャツとかと学校スタイルみたいな感じでローファーとかとも合わせて履きたいなと思います。いや、めっちゃ伸びるなこれ、しかもめっちゃ頑丈です。次、またまたポケット系の靴を買いました。ブーツ、白を集めるとデニムが集めたくなるんですね。白とデニムはね本当に可愛いから、さっき言ってたこちらのね中村梨紗ジアンパンツにもこうやって合わせたら可愛いと思うよ。次、こちらのまたファーのチューブトップになっております。今日服どうしようみたいな、でもマジで脳死してんだよな今みたいな、そういった時にもうはいこれというような感じで、まあ、気軽に選べるんじゃないかなと思いましてね、可愛いので買いました。 S サイズです。はい、次、こちらのねチューブトップと腕だけカーディガンのセット、デコルテあたりを見せるファッションがすごい自分は好きなので、やっぱね結局こういうのが可愛いんですよ。チューブトップ、これパラリとならないのかと、ならないんです。これ S サイズを買ったのでね全然大丈夫でした。はい、次、こちらのへそピーと、ごめんなさい本当にお腹がぷよぷよなんですけれども、ちょっとあんま近くで見せたくもないんですけれども、こんな感じのへそピーを買いました。シーンさんはねアクセサリーとかもめっちゃ安いから、こちらも選ばせていただきましたね。で、次、こちらです。やっぱこのキラキラが可愛いんだよね、うちらギャルだからさ。これはね裏肝とかじゃないんですけど、ただのスウェットを買ってみました。こういう系のスウェットもやっぱねブカッと着るのが可愛いかなと思いましたので、 L サイズを買いました。これにね太もものさこの辺までパツみたいなやつを合わせたくて買いました。ということでね、今回シンさんで買った購入品の紹介は以上になるので、何コーデかね見せたいなと思います。みんな飛ばすなよおめえら。チャンネル登録と高評価してね。
最後に皆さんにね、特別なお知らせがあるのでちょっと言わさせていただくんですけれども、シーンさんとのコラボ動画ね、もう数えきれない、もう何回目ですかというようなね、本当ありがたいことにやらせていただくんですけれどもね、本日もなんとシーンさんからねクーポンコードをいただきました。ありがとうございます。本当にクーポンコードはこちら、このみとなっております。こちらのコードを使っていただくと5999円以下ですと 15% オフ、6000円以上は 20% オフになるので、ぜひぜひ使っていただけたらなと思います。12月31日まで使えますので、はい、結構コロさんもびっくりしてる、こんな長く使えるんだっていうことで、自分で、はい、買う時も、はい、自分のクーポンコードを使って、はい、買っていきたいなと思うので、はい、どしどし使ってくださったら嬉しいなと思います。はい、ということで最後の本まで見てくださりありがとうございました。この動画が1ミリでもいいなと思っていきましたらグッドボタン、2ミリでもいいなと思っていきましたらチャンネル登録、3ミリでもいいなと思っていきましたらコメントの方よろしくお願いいたします。コロさんって本当にシーンでね、可愛いお洋服を見つける天才だと思ってるので、よかったらね、今回の動画を見て真似してみてくださったら嬉しいなと思います。ということでコロミでした。バイバイ。